給食ね、もう結構昔のことになりますけど、結構給昔食食だべてたね。な。好きだった給食ある？私は地味だよ。何？春雨サラダだよ。春雨サラダ？なんか小食感って言っても、ほんとプレートのちっちゃいところに置く春雨のサラダがすごい好きだった。ああ、よだれが出てくる。本当に好きだった。なんかあんま家で食べなかったからね。めっちゃ特別だった。いや、普通の中華ドレッシング味みたいな。ただの、もういわゆるただ前春菜。雨が入ってる。そう、ただのサラダ。あれがね、子供の頃、地味なものが好きだから、なんか興奮してたね、あれあれは。に、ちょっと多めに入れてくださいみたいな感じでやってた。そうちは？いや、でも揚げパン好きだったな。ココアの揚げ揚げパンパとンか。人気だね、やっぱり。きな粉とかココアとか、なんかいろいろあるよね。でも、あと、ボルシチが好きだった。ボルロシシチ。ア？ ロシア語？ 実は、ロシアロにシアのお小父学校って様？聞いて、嘘嘘嘘。ロシアで揚げパン食べないから絶対。すごい、本当に出たの？ボルシチ、結構な頻度で出た。月に何回かはあってるやつ。なんか近くにさ、ロシア料理屋さんとかあったのかな？なんか結構、地元のさ、農家からさ、野菜買ったりとかさ、そういうのあるじゃん。でも、なんかあっ普た通のにか自分な？の学校で給食作ってる学校だったから、そこでボルシチ製造されてボたルシチ。謎だね。いや、私何好きだったかな？デザートはね、なんかね、私いろんな地域の小学校行ってたから、なんかね、兵庫はデザートが毎回出ないんだよね、確か。名古屋出だっないたかの？な？そう、毎回出ないから、おかずだけっていうか、なんかご飯だけでフルーツとかも出ないところもあったりして、でも逆にこっちの関東の方は必ずデザートもほぼほぼ出るぐらい出てたから、結構地域によってもね、違ったりするから面白いよね。でもなんとかゼリーみたいなのよく季あ節るごとにね。出てた。七夕ゼリーとかクリスマスケーキとか、ねえ。あと牛乳とかも違いがあった気がする。ああ、なんかお楽しみ給食っていうのあ、が何それ？あって、なんだ、た聞いまたことあにる。すごい学期に1回ぐらいとかで一クラスだけその部屋に行けるのね。一クラスだけ特別な給食を食べる部屋に行けて、兵庫の学校であっなんかた。それ、で、そこで食べるのはいつもよりちょっと豪華な、それは違う。ちょっと豪華な給食なの。いつものメニュだからその牛乳がコーヒー牛乳とか好きな牛乳に選べたりとか、デザートがちょっといいやつついたりとか、ケーキとかね。ケーキとかプリンとかがつく時があった。やっぱ子供たちのモチベーションになるんだろうね。きっとこの日は絶対休みたくないとか、給食残さず食べようみたいな。今日は楽しみ給食だから行かなきゃ。あ、でもあったな、そんな部屋移動するの。今思うとよくわかんないけどね。急いで食べたいよね。レストラン感覚を味わってほしかったあ、ね。確かになんかこうテーブルクロス敷いてあったりね。ちょっとおしゃれなんだよね。懐かしいね。はい。ということでメールありがとうごありざがいとうまございます。これからす。もお待ちしております。では、ここで一曲お届けしましょう。今日は私のリクエスト曲なんですが、7月15日ということで、この以前にお話ししてた、この9人分のソロバージョンが出る曲があるんですけど、まあ、今回かけるのは9人バージョンで。なんでやねん。ここが9人バージョンでお届けしたいと思います。では、お聴きください。赤でランディングアクションイエイ。